What's up everybody, welcome back to another video reaction. And today I'm gonna watch Attack on Titan episode 14. And in the last episode, the mankind defeated the Titan for the first time in history. Levi accepted Eren's request. Without further ado, I hope you enjoy my reaction. Make sure you guys hit subscribe with thumbs up, comment down below, and also do not forget to follow me on my social medias, link in the description below. And let's get started. Oi, 人間の味方した巨人がいるって。ただの噂に決まってる。奪還は失敗してウォールローゼの奴が大量に逃げ込んでくるかもしれん。そんなことになったらこいつはすげえことだぞ。俺たちに味方する巨人が現れたんだ。もしかしたらウォールマリアだって取り戻せるかもしれねえ。行ってみよう。行ってみよう。救世主だ。我々憲兵団が処分する。調査兵団の変人どもには渡さん。セレックス。総督閣に蹴れ。熱いな。Is this? I think I don't see him. 憲兵団もエレン・イエガーを引き取りたいと言い出したのは知っとるか。はい。昨日通達がありました。そのために審議が開かれると。調査兵団と憲兵団どちらにエレンを引き渡すか決定権はザックレーに委ねられた。ザックラ、総統のダリス・ザックラですか。憲兵団もし害を押しと見れば迷わずエレンを処分させる。それこそその場でエレンを殺させたくはない。だが我が駐屯兵団にはせいぜい憲兵団に賛同せぬことぐらいじゃ。賞賛はあるのか。ありません。ですが提案の用意はあります。うまくいくかどうかは。つまりは出たとこ勝負じゃな。壁外調査を主とする我々は常に出てからが勝負ですから。はっお堅いだけの男でもなさそうじゃ。エレンをどうするかってことだと思う。どうするかって、多分生かすか殺すか。ミカサ・アッカーマン、アルミン・アルレルト、いるか。はい。午後からの審議に証人として出廷しろとの命令だ。すいません、便所に。さっき言ったばかりだ。水をください。おい、立場をわきまえろ、化け物め。Shut up。 化け物か。確かにそれは間違いじゃないんだろうけど。 Yeah, but he… ここまで拘束するほど怖いのか俺が。まあ無理もないけど、俺にも訳がわからないんだから。あいつらは一切これを怖がったりしなかったな。他の奴らもどうなった。我々が何とか話をつけてみる。あれからもう何日経った。外はどうなっているんだ。まさか俺一生このままなんじゃ。アルミン、なんだ。君がエレンだね。ああ、デミー。変わりない？っている、ハンジゾエ。ハンジゾエ。彼は同じく、あの、ああ、彼はそうやって初対面の人の匂いを嗅いでは、鼻で笑う癖がある。また、勝手だけど我々は、君を盲信するしかないんだ。健闘を祈る。Well, if they want to kill you, oh, you just need to turn yourself to the Titan, right? 前に進め。Ah, dang it. Armin and Mikasa is here too. そこにひざまずけ。Hell there. Oh.
Ah, he cannot turn himself to the Titan if he is like that. なんだこのメンツ。そもそもこれは一体何を裁く場なんだ。お前ら。He looks like a criminal right there. 誓った兵士である。違わないかい？はい。異例の事態だ。この審議は通常の方が適用されない兵法会議とする。決定権は全て私に委ねられている。君の生死も今一度改めさせてもらう。やっぱり。異論はあるかね？ありません。察しが良くて助かる。単刀直入に言おう。やはり君の存在を隠すことは不可能だった。君の存在をいずれかの形で公表せねば、巨人とは別の脅威が発生しかねない。今回決めるのは憲兵団か調査兵団か。憲兵団師団長、ナイル・ドークより提案させていただきます。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきだと考えております。彼の巨人の力が今回の襲撃を退けたことは事実です。しかし、その存在が今、内乱をめぐる波紋を呼んでもいる。なのでせめて、できる限りの情報を残してもらった後に、我々人類の英霊となっていただきます。そんな必要はない！奴は神の英知である壁を欺き侵入。あれはウォール教の。5年前は誰も相手にしてなかったのに。調査兵団13代団長、いただきます。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力を利用してウォールマリアを奪還します。うん、もういいのか。Yeah. はい、彼の力を借りればウォールマリアは奪還できます。何を優先するべきかは明白だと思われますが。そうか。ちなみにその作戦遂行はどこから出発するつもりだ。ピクシス、トロストクの壁は完全に封鎖してしまったのだろう。ああ、もう二度と開閉できんじゃろう。東のカラネスクからの出発を希望します。そこからシガンシナクへ。一からルートを模索して接近します。ちょっと待ってくれ。今度こそ全ての扉を封鎖すべきじゃないのか。超大型巨人が破壊できるのは扉の部分だけだ。そこさえ頑丈にすればこれ以上攻められることはない。黙れ、紹介の犬どもめ。巨人の力を使えば俺たちはまたウォールマリアに戻れる。これ以上お前らの英雄ごっこに付き合ってられないんだよ。よく喋るな豚野郎。豚野郎。扉を埋め固めてる間、巨人が待ってくれる保証がどこにある。てめえらの言う我々ってのは、てめえらが超えるために守ってる友達の話だろ。土地が足りずに食うに困っている人間はてめえら豚どもの視界に入らねえと。我々は扉さえ封鎖されれば助かると話しているだけだ。どうした？神より授かりしローゼの壁に人間風情な手を加えるというのか。彼らのせいで壁上を武装することさえ時間がかかったんだ。指示と権力だけは持ってるからな。立ちが悪い。不敬だぞ。司祭様は黙ってもらおう。何？静粛に。だがトロストク防衛戦の報告書にはこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ・アッカーマンめがけて拳を振り抜いたと。いや、制御できなかったことは覚えてないんだ。報告書に嘘をかけっていうのか。この事実を隠すことは人類のためにならないんだよ。ミカサ・アッカーマンは。はい。事実か。ごまかさずに答えないとエレンのためにならないぞ。はい、事実です。俺がミカサを殺そうとした。俺がか。しかしそれ以前に私は二度巨人化したエレンに命を救われました。一度目はまさに私が巨人の手に落ちる寸前に巨人に立ちはだかり私を守ってくれました。二度目は私とアルミンを榴弾から守ってくれました。
これらの事実も考慮していただきたいと思います。お待ちください。今の証言にはミカサ・アッカーマンは幼い頃に両親を亡くし、イエーガーの家に引き取られたという事情があります。驚くべき事実も見つかっております。エレン・イエーガーとミカサ・アッカーマンは当時9歳にして強盗誘拐犯である3人の男を刺殺している。いかに正当防衛とはいえ根本的な人間性に疑問を感じざるを得ません。人間かどうか疑わしいぞ。そうだ、待ってください。俺は化け物かもしれませんが、こいつは関係ありません。無関係です。信用できるか。事実です。かばうってことはやっぱり仲間だ。違う。いや、違います。しかしそちらも血を進めようとしている。なんだと。大体あなた方はまずいか。巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか。これ以上は黙った方が。いや、言ってやる。思ってること全部、うん、戦わなくてどうするんですか。この腰抜けどもめ。何。いいから黙って、全部俺に投資しろ。構えろ。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでるからちょうど蹴りやすいしな。ストップ。待て、リヴァイ。なんだ。生かされて危険だ。恨みを買ってそいつが巨人化したらどうする。何言ってる。お前らこいつを解剖するんだろ。こいつは巨人化した時、力尽きるまでに20体の巨人を殺したらしい。いや、敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれない。だがお前らはどうする。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ショート、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で被害調査に出ます。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。ああ、ミカサ。結論は出た。まったくひどいね、本当に。痛いだろ。少し。で、どんな風に痛い。すまなかった。しかしおかげで我々に君を託してもらうことができた。はい。効果的なタイミングでの痛みの甲斐あってのもの。ああ。エレン、これからもよろしくな。はい、よろしくお願いします。なあエレン。あ、はい。俺を憎んでいるか。理解してます。ならよかった。しかし限度があるでしょう。いや、歯が折れちゃったんだよ。ほら、拾うな、気持ち悪い。俺だって大事なサンプルだし。エレン、こういう奴らに解剖されたりするよりマシだろ。一緒にしないでほしいな。私はエレンを殺したりはしない。あ、ねえエレン、ちょっと口の中見せてみてよ。あ、What? Oh, another tooth is there. Oh, yeah. Yeah. Don't worry about his tooth. But they did in the court. It's what Levi did to him. It hurt.
It really hurt for me. But if his tooth already grown back, that means Eren can regenerate himself even he is in the human body. He doesn't need to turn himself to the tyrant first and then regenerate, right? So yeah, that is the episode 14. I hope you enjoy it. Make sure you guys hit subscribe, click thumbs up, comment down below. Have a great day and see you next time. Peace.